どうも、みつみついと申します。はい、というわけで、ウマ娘プリティダービーやっていきたいと思います。というわけでね、前回ミスター CB ガチャ357連とかね、ちょっとさせていただきまして、まあ、なかなかね、石を溶かして、もうしばらくね、ガチャはやらないぞとね、心にね、固く決めてたんですけどもね、今回ね、なかなか強い復刻ガチャが来てしまいまして、こちらのね、SSR のライスシャワーと SSR の待ちかね服来たるっていう、まあ、どちらもね、とんでもなく強いカードっていう。で、私、待ちかね服来たるが1凸で、ライスシャワーが無凸で一応1枚だけ持ってるっていう形なんですけども、まあ、これは引いとかなきゃなってことで、今回ね、ちょっとね、ガチャをね、やらさせていただくんですけども、いやー、まあ、前回ね、すごいガチャやりましたんでね、ただまあ、ミスター CB 貫突に至ってはね、後悔してないんですよ。どっちかというと、今思えば新章キングヘイロー引きに行かなければよかったなっていう。申し訳ないけど、あそこ我慢してればなって。なんかね、あの時期、久しくなんかガチャをまともに引いてなかったから、引きたくなっちゃったんですよね。魔が差したなーって。あそこでね、100連ぐらいしたのかな。あれ我慢してればなーって。今回ね、天井を叩こうと思うとね、確実に課金をしなきゃいけなくなるんですけども、去年なかなか派手に課金したんでね、なるべく課金なしで済むような結果になるといいなと思ってます。というわけでね、こちらの復刻ガチャの方、やっていきたいと思います。いやー、100連ぐらいでね、終われるといいんですけど、120連ぐらいまではできんのかな、今ある石で。まあ、とりあえずね、やっていきたいと思います。お願いします。10連ガチャ、一発目。福来たるは、3凸までいけると、おいきなり最低保証かと思ったけど、回避できた。まあ、こっちの福来たるではない、CB。はい。ウィンディー、あけぼの、雪の美人、禅のロブロイ、ライスシャワー、こっちのライスシャワーじゃないんだよな。こっちじゃないばっかりが来る世の中。アグネスタキおお、金はすごいですね。はい、シンコウィンディー、はい、はい、エアグループと。まあねー、金のでは良かったですけどね、まあ全部貫突してるし、まあ1回目はね、まあ鳴らし運転ってことで、まあ2回目からが本番なんてね、このガチャ業界ではよく言われることなんで、タンホイザー、おい、金のではなんかいいけどね、金別に今そんなに欲しいのないのよね。金のめぼしいやつってか、まあ、おおむね貫突させていただいたのかな。なので正直まあ、いらんちゃいらん。はい、手綱さん、ヘイロー。いやー、まあね。まあでもガチャ業界ではね、3回目からが本番なんて言われてるんで、ね、これがあとね、4、5回繰り返される可能性もあります。はい。はい、アドマイヤ・ベガもね、あの後貫突させたので、もういらないっちゃいらないんだよね。もう間に合ってるんだ。悪いな、のび太。この船は5人乗りなんだ。アイネス風神、ドーベル、東海帝王、金はなんか今日出るのよね。でもね、これ中途半端になんかこう、運を小出ししないでですね、もう一層なんか銀だらけでもいいからこう、SSR がバーンと来てくれると助かる。はい、40連目。はい。ああ、まあ逆にこう、外れるならこのぐらいの方が逆にいいまである。一層、逆落としというかね。ファインモーションがなんか連続できましたけども、これでね、ちょっと役落としをして、ああ、いいですよ、逆に、これは、ああ、逆に助かる。ああ、助かるわ。これ次 SSR 来ますね。いや、助かりました。はい、じゃあ、50連目いきたいと思います。これ次来ますよ、確実に。はい、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 はい。来ませんでしたね。来ませんでしたね。ちょっと、私のスーパーコンピューターが、ちょっと今、プスプスとショートするような音を立てておりますけども、何でしょうかこれは。あれ、データと違う。データで来るならその上を行くまでだねと、かつてね、越前龍馬くんも言いましたが、そのような状態になってるんでしょうか。ちょっと待って、これ今回やばいぞ。50連来てマジで何の虹もない。60連行ったら虹が出るよね普通。まずい、これはまずい。えぐいってこれ、ちょっと違う。ちょっとせめてそろそろ、ねえ、なんかこう、あるじゃん。そろそろなんか、ね、すり抜けの虹でもいいから出て、なんか、ぬか喜びするみたいな流れ、一回ぐらい来るじゃない、せめて、それが。それもまあ、良くないといえば良くないんだけど、それすらないってマジで、切ない。もう70連目だよ。虹の表紙もないよ。おおー、来た。ああ、よかったよかった。はいはいはい、行きまーす。ああ、オグリキャップは好き。オグリキャップは好きだけど、今ちげえ。オグリキャップがオグリキャップのぬいぐるみ持って、かわいいですね。いや、このオグリキャップのぬいぐるみ、発売してないのかな。普通に欲しいな。オグリぬいぐるみ。ねえ、競走馬の方のオグリキャップも、ぬいぐるみとんでもなく売れたそうですけども。はい。そんなことはさておき、まあさすがに金色の表紙で、じゃあ1枚かな。うん、まあ1枚出ただけでもありがたいと思うようにしましょう。いやー、まあまあまあね。ただまあこれじゃないんだな。おぐりは好きだけど、これではないと。虹の表紙来い。あー、来ない。たまちゃん。ツインターボ。3で、イケメンポーズのエアシャカール。ダイワスカーレット。最近ダイワスカーレットとヌオーがセットにしてあるなんかファンアート、やたらツイッターで見るけど、あれってどこ発祥なんすかね。すごい気になってるんですよね。あれすごい可愛くて好きなんだけど、一体どこの天才がダイワスカーレットとヌオーを組み合わせようって思ったんですかね。あれ気になる。もうすごい可愛いなと思うけど。はい。お、虹表紙来た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 。ザパール、カレンちゃん、オペラを、バクシンを、タンホイダちゃん、あ、金。これが虹に変わるわけでなく、たまちゃん。はい、金。これが虹に変わるわけでもなく、ドット。金。お、すごい金に変わるね。ただ、まだ虹は来ない。はい、次が虹でございます。はい。おーい。あー、ドマイヤベガだ。あら、そうですか。これなんだっけ、パワーだっけ、根性だっけ。なんか、長距離に限ればそこそこ使えたようなパワーか。次で100連かも。なんやかんやで SSR はとりあえず2枚来たけど、まあ、ばっこりすり抜けてるのでねえ。イケメンポーズのエアシャカール、カレンちゃん、エルコンドルパサー、ハイキンが来まして、今日このウォッカやたら来るな。なんでしょうね。あ、八重の無敵もイケメンポーズだ。この首触るやつ。ダイワスカーレット。はい、マヤのトップガンと。まあ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 。金はね、そこそこ来てるんだけど、やっぱもう、金はいい。虹だけ欲しい。ああ、なんも来ない。まあ、逆に、厄落とし。ただ、そろそろ厄落としてる場合でもないんだよな。もうぼちぼち、ねえ、ちょっとおぜぜを、猜疑から絞り取られる時間になるのよ。マジで。ね、その辺をちょっと、分かってほしい。ウマ娘、プリティダービー、本当に、かかるお金はあまりプリティじゃないことでおなじみ。これで持ち石で10連引けんのはラストかな。はい。せめて、ああ、優しさが、優しさが欲しい。こんな殺伐とした世の中だから、せめて誰かに優しくされたかった。ああ、優しさってなんだろう。それを考えることが優しさの第一歩なのかもしれない。へい。まあそんなことでね、まあもう10連はね引けないんですけども、まあここから課金タイムになるわけじゃないですか本来は。ただしね、まだこのガチャチケットが44枚ございます。まずこれをね引いてからじゃないと、まあちょっともったいないなってことで、ちょっとねここから単発44連やっていきたいと思います。さすがにね全部見せるのはだるいと思うんで、まあ、ダイジェスト的にね皆様にはお届けできたらなと思っております。はい、一発目、まあこれはダメそうですね。はい、スペちゃん。ねえ、この単発ガチャでねせめて1枚ぐらいどっちか来るといいんですが、お、虹が来た。ついに来た。おい、来てくれ。よーし、来た。よーし、来た。待ちかね服来たる。これで2凸ですか。3凸までいけばね、とりあえずレースボーナスがつくので、まあまあまあ、最低限使える感じにはなるんじゃないかなと思います。天井まで叩けば、とりあえず、3凸までいけますね。虹の結晶1個ぐらいあったかな。そしたら関凸までいけんのかな。いや、マジで。これがね、ほんとなんか、異様に強いのよ。初期ステアップめっちゃついてるし、まあ、育成イベントね、完全運ゲーなんですけども、全部ね、成功したらすごいステータス上がりますからね。まあ、本当に強いんだ、福ちゃんが。お、虹来た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 おー来たおお来た来た来た、福ちゃんここに来てやけに来てくれるようになりましたね。いやー助かる。まあマジか。あーこれで天井まで叩けば確実に貫突。なんかもう天井叩く前提になってるのが嫌なんですけど、もうなんか完全ななんか養分の脳みそになってないかおかしいおかしい。そんなことはいけない。よくないよくないこの考えは。このねあと19枚のチケットでマチカネ福来たる1枚引いたらもう貫突なんで、もうさすがにそれはいいでしょ。はい、ガチャチケットあと5枚でございます。おっとそんなこと言ってたら、あ固まった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 けど何ですかこれは。ああチケゾー。いやまあねありがたいはありがたいですけど、ここは福ちゃん来てほしかった。福ちゃん来てくれたらもう僕はね課金しなくて済むんで、ちょっと福ちゃん来てくれ。福ちゃん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 、あー来ないこそ来ないねこれは。福ちゃん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 、あー来なそうだねこれはうん残念ながら頼む。あと2枚うー白いなダメだ北さんね。ラスト来い来い来い変われ変わらん。あー変わらんか。そっか虹の結晶なかったかな。ちょっとそれだけ調べていいっすか。虹の結晶ちょっと虹の結晶あったらですね、これ貫突までいけるんですよ。使っちゃったっけななんかね。まあ、とりあえずこれでまあ3突までは自前できます。ありがとうございます。あ虹の結晶ちょうど1個ありましたね。じゃあこれで貫突できますわ大変しょっぱい決着になってしまいましたけども、貫突できましたというわけでねこれで、貫突でございます。本当にありがとうございました。はい、まあ、貫突といってもね今マニーがねちょうど足りなくてレベルが37までしか上げれないんで、まあ即効性はないといえばないんですけどまあそれはすまへん、マニーはねちょっとしこしこ貯めてまいりますわ。まあちょっとねガチャ動画としてはせこい決着になりましたけど、ちょっとねほんとね去年課金をしすぎたので、まあ、詳しくはですね私がウマ娘1年間どれだけ課金したかみたいな動画を上げてるんで、まあ、そちらをね見ていただければありがたいかなと思うんですけど、だからちょっとね反省しなきゃなと思って、動画だからってなんかパッパラパッパラ金使うのは良くないって、なんかそういうね金持ち YouTuber がなんかこうガチャで10万円溶かしましたダブルみたいな流れになんかこう乗ってはいけないと、僕みたいなこうオケラ YouTuber が強いてはね若者にそういう風潮を与えてはいけないと、なんかこう金をたくさん使うことが面白いみたいな、まあある意味それは経済を動かしてるのかもしんないんでいいことかもしんないけどねケチケチしすぎるのもまあこの資本主義社会としてはね良くないんですけどもね、最後に何を言ってるんでしょうか私はウマ娘の動画で資本主義社会について語るっていう皆さんもねそんな感じで、まあ、無理のない範囲のね課金でねお楽しみいただければなと思います。はい、というわけでね、そんな感じで今回のガチャは終わりでございます。サイゲさんねそろそろちょっとね逆に弱いガチャをねなんか1回2回ちょっと続けていただいて、ちょっとねガチャ休憩期間が欲しいなと個人的には思っております。はい、そんな感じで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録していただけると嬉しく思います。ではではお疲れ様でした。失礼いたします。